ニスタット条約は大北方戦争の後1721年9月10日にロシア帝国とスウェーデンの間で結ばれた講和条約。現在のフィンランドのウーシカウプンキにおいて結ばれたニスタット条約による国境の変動。黄色の部分は戦前にスウェーデン領だった地域。緑の斜線の部分がニスタット条約でロシアに割上された。 地域大北方戦争中に、ロシアが占領していたフィンランド、ビスマル、フォアポンメルン西部はスウェーデンに返還されたが、カレリアの大部分、エストニア、リボニア、イングリア、また、バルト海のサー,アーレマー島とヒーウマー島は、スウェーデンからロシアに割譲された。これにより、スウェーデンが築き上げたバルト帝国は、名実ともに崩壊し、ロシアがスウェーデンに代わって、 バルト海の覇権を握ることになった。この条約によって、バルト海の覇権を失ったスウェーデンでは、大北方戦争中に、カール12世が戦死していたことと合わせ、国王の権威を低下させた。そのため王権の制限が進められ、絶対王政下における大国主義から、いわゆる自由の時代へと移行することになった。一方で、新たにバルト海の覇権を握ったロシアは、 ヨーロッパ政治における存在感を強めた。ヨーロッパの主要国はロシアに外交官を常駐させるようになり、国際政治において対ロシア関係を無視することができなくなった。国内でもピョートル一世がその威信を強め、ロシアの元老院から皇帝、大帝などの称号を受けることになった。ありがとうございます。